はいどうもこんにちは、18歳独身です。ということで本日もスプラトゥーン2やっていきたいと思うんですが、動画撮影久しぶりだな。もう毎回動画撮影するために動画撮影久しぶりだなと今日寝起きですと言ってる気がするんですけれども、あ皆さん期待してると思いますが今日も寝起きですよ。しっかり前回前々回ぐらいの動画かな今日も寝起きですって言ったら寝起きで動画撮るなっていうコメントが数個来ましたけど、僕は屈しない、決して僕は折れたりしない、僕はこれからも寝起きで動画を撮り続けるバイロッテということで、本日も寝起きで動画撮っていきたいと思います。とでね、配信中とか動画のコメントでも言われたんですけど、なんで左耳からしかイヤホンつけてる時に声聞こえないんですかとよく言われるんですけど、知りません。はい。僕が聞きたいです。なんなら僕に誰か教えてください。なんで僕の声は左耳からしか聞こえないんですか。世の人間たちの右耳に僕の声拒否されてるんですけど、助けてください。いや、まあ、多分普通に機械的にどっか設定ミスってるだけだと思うんですけども。ということで、所定なんかチャージャーが無駄な突っ込み方をして死んだのでやっていきたいと思います。まあ今日も今日とってスプラスコープですね。スプラスコープはね、本当に保護で最強なので、何が最強って言うと、スプラスコープが最強なわけじゃなくて、ハイパープレッシャーがとりあえず最強。うおいそんなね、そんな甘い突っ込み方でやれると思わないことね。そこいるの知ってんだよな、奥。圧だけかけとくか。あー、くそー、あと数ダメージだったと思うんだけどな。まあしょうがない。ここは味方の吹き決まって、とりあえず遅延できたからいいでしょう。まあ、スプラス、ハイパープレスは遅延性能も非常に高いので、ね、キル力も高いで。そういう部分で非常にね、いろんな場面で使える。でもね、皆さん、ハイパープレスター武器、矛で持ってみてくださいね。世界が変わるんだよ、マジで。でね、これ多分そこら辺にね、いるんだよ。なんかその、ガロンみたいなのが。ただ、もう左にシャプマ回られてる可能性もあるから、ちょっとどっから行くかっていうことは、なんかどこが、なんか明確に正しいとも言えないんだよな。うまいな、相手のチャージャー。まあ、それはしょうがねえ。まあ、こっからね、味方が繋げてくれる。もしくは俺がね、後ろから援護してあげて、まあ、なんとか、この試合、勝ちに導けたらいいなと。まあ、私の力でね、私がこの国の大統領になった暁には、僕の味方は矛で一回も負けさせることはなく、この日本を急成長させていけたらなと思っておりますので、そこにいるの多分終わったらやるんじゃね？せい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 。ああ、やれない。てかもう、抜けたのか。ってことはこっちから来るんだ、絶対。いいよ、ナイスの周り絶対やるわ。そこかい、あっぶねえ。よく取れた。あっぶねえ、今の。そっちが先に来ると思わなかった。やってやってやって、ナイスナイス。え俺の球今の。え、嘘でしょ。何それ。俺やってないんだけど、何も。俺何も倒してないよ、今の一瞬で。やばい。そのさ、その急に出てくんのやめて、急に。あのスポンジ縮めてあげればよかった。でも俺はここね、ボムを爆発させることによって何も生まれないと。壊れてくれ。破壊しろ。破壊しろ。全部破壊しろ。この世の全てを破壊してやる。ハイパープレッサーで。まあでも44。いやでも44ちょっと弱いよな、推し的には。どうなんだろう。なんか、どうなんだろうな。ギリチョコで、まあこれ脈あるかもって思うぐらいの可能性だから、あんまり高くはないと思うんだよな、44で勝てる可能性って。だから、もうちょっと押していきたい。もうちょっと押してね、本当に落としていきたいと思います。そんな話だったっけ。はい、こっち、そっか。ハイパープレッサーが結構いい仕事してくれて、なんかバブル詰めてこないと思うんだよ。で、どうせ死ぬしって来たところ。ナイス、いいね。いや、味方非常に防御力が高い。なんか、誰もね、同時に死ぬことがない。やっぱりね、性能意識っていうのはこのゲームにおいて非常に重要なことでありまして、やっぱり私がね、この、なんか、くっそくだらないこと言ってたら立体に抜かれたんですけど、ちょっと、本当に時期ください。今日喉なんか微妙にガラガラなんだから、昨日4時間も配信したから、なんか喉ガラガラなんだから、勘弁して、やべえ、ちょっと待って、詰めてこないでよ。そっちのせいよ。ちょっと待って、プレイバックプレイバック。よし、やっていく。いや、あそこ射程外、ちょっと前来てくれ。よし、やっていく。そしてそこら辺もいる。やってくれ、それをやってくれ、頼む。よし、やっていく。そしてあれもね、あれもやっていきたいんですけども、ここは引く。おとなしく引く。でね、あんなのところ無理やり詰めて死ななくてもいい。自分の命大事にね。やっぱり命を大事に生きていこうっていうね、そういうね、そういうプロジェクト掲げておりますね。多分全人類がそういうプロジェクト掲げてると思うんですけど。命大事にしなくていいよなんて掲げてる団体はどこにもないと思うんですけども。よし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 。
まあ、これはね、おお、いい球、それは素晴らしい。それは、その、そこを予測できるのは、君は将来いいピッチャーになるよ。でもね、ハイパープレッサーにはかなわないんだよな。さよなら、この試合は俺の勝ち。はい、ということでね、なんか締まらない1ゲーム目だったけど、まあね、僕は最近ね、ちょっと録画時間が長くなりすぎてたので、やっぱりあの全ての試合をね、ありのままみんなに見せることが大事だと思っているので、ちゃんとこの試合もね、載せていきたいと思います。じゃあ次の試合いってみましょう。チョコバトルやっていきたいと思います。ちょっとあの、なんか M1 グランプリかなんか、チャージャー持つと、まあこういう編成になっても文句言えないよってことをお伝えしておきます。ということでね、まあアルワノモールはでもチャージャー強いし、てかね、あのもう一つのさっきのステージあんまりチャージャー強くないんですけど、こっちのステージはね、チャージャー強いんで、普通にちょ、速攻がね、あのみんなチャージャー使いたくなっちゃうギルマン王国ということで、どういうことでしょうね。ということで、まあよくわかりません、すみません、よくわかりません。あ、ナイス。それ左やってくれたのめっちゃ高いから、もう左入っちゃう。左入って、左、ちょっと待って、待って。俺に勝てるものか。そんな上下じゃ俺には勝てないんだよ。ってなっぽう。で、そこね、降りたところに二人いるんよ。だから、俺がマグレボムでなんとか。ナイス。神。あ、リッター回線が、さようなら。さようなら、さようなら。さようなら。はい、どうも、3試合空きましたということで、まあ簡単に言うと、1試合目はまず相手の、ボロ負けしてたんですけど、相手のリッター回線落ちしたことによって見事勝利で、残り2戦は全く同じロングブラスターネクロにフルボッコにされて終わりました。はい、ということでね、20キルロングブラスターネクロはさすがに止まらんと。あのもう強い、やっぱこのランク帯に来るとね、異次元に強い人が何人か混ざってくるんで、正直速攻引けるかどうかの運ゲーでもあるんですけれども、まあでもね、あのしっかりとハイプレー使って立ち回れれば、あのチャージャー無限の可能性秘めてるということで、まあ、勝てると思うんでね、しっかりやっていきたいと思います。諦めちゃダメなんでね。で、味方はちょっとそこ引き気味か。なるほど。んー、どうしよっかなこれ。いや難しい、これ両方取られて、両サイ取られて、ナイス。そこを打開してくれたのめっちゃでかい。いやー、いいね。あ、3落ち、いけ、刺すしかない。ここを刺すしかないね。ここね、非常に私重視しております。私の政党ではね、やはりここをね、あのどう動いていけるかということをね、これからの日本にかかっている。いや、まだ1分はね、正直何もしてなくてもいい。あのこっからがね、本当の重要なシーンということでね、あのしっかりこっからハイプレで守って、攻め時ではホックを持ってることやっていければ勝てるので、無駄なデスをしない、無駄なデスをせず、無駄なヒールをしない。いや、それは違うやないかーいと。ガチホコのバリアの範囲を全く考えていなかった。適当に動いてた。いや、そこのね、リードは別にどうでもいいでしょう。てか、そんなに右って進むの遅いんだ。それはもう正面突破した方が早そうだね。じゃあ俺がチャージャーのね、ホコ持ちってやつを見せてやりますよ。今のね、チャージャーはあのホコ持ちが苦手な方が多いと思いますのでね、今の時代、あの私がね、これ以上俺から何も奪わないでください。ハイプレは俺の妹なんです。これ以上俺からハイプレのゲージを奪わないでください。守りが何もできなくなります。ごめんなさい。なんかあの、うん、そうね、中国製品版クオリティみたいなモノマネしちゃった。はいはい、どいて、邪魔くさい。邪魔くさいよ。ちょ、チャージャーで一人高いできるかなと思ったけど、まあさすがにね、まあでも2落ち刺したから、まあクソみたいな立ち回りはあったけど、まあ何も生まれなかったってわけじゃないのかなと思います。まあな感じだったんじゃないかな。さあ、そこ降りてきた。はい、やってくる。それはね、甘いですよ。そんな降り方でね、私できると思わないことね。私、うん、なんか、あれですよね、喋ることがないです。あんまりね、試合もなんか面白い具合に動いてないので、喋ることがないんですけど、ボム刺され。なんか、適当に投げたボム刺、ええ、味方強っ。いや、その潜伏刺してくれたの、アホデカ、ビッグダディだわ、それは。いやー、やれねー。今の引くのが正解だったか。ちくしょう。ごめん、マジでごめん。いや、こっから、いや、刺そう。いや、俺はまだ諦めてない。いける。俺らならいける。いきます。はい、もう、レッツゴー。
けるいけるいける、そこね抜けが来る、まずスタート抜けが来る、そうそうそう、それやってで左サイ2人いる、左サイ2人、あっ危ねえ、それ死んだかと思った。はい、リッターともどうでもいい、リッターはね四角入っちゃえばもうどうでもいいんで、別にあんなんどうでもいいんで、あんなん別にどうでもいいんですよ。やばいですそれ、非常にまずい、非常にまずいことになってる。ジェットパックはきつい、でも1分間あれば、1分間で世界を変えられる、俺はまだ諦めてない、行こう、ここでね本当の大逆転を見せてやろう、俺らの力を。飛んでいいな、ここ下だから見えてる人いない、ナイスナイス、でかい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 、カンカンカン、これいけるこれいけるこれいける、これここ刺すしかない、もうここ以外に方法がない、ここ刺す以外に。待って1段階置こう、ワントリ、マジそんな一気に降りてくる、マジか、マジナイスナイス、いける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 、神神神、味方がマジ神、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 それ神、神すぎる神すぎる神すぎる、ナイス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 すぎる、でかいでかすぎる、神だ、味方が神の一手を指してくれた。でもこれを引いて、無駄に出るな、こんなとこ前に出る必要ない。そうそう、もう最大限引こう、最大限引いてハイプレためよう、それでいいそれでいいそれでいい、やばい、噛みすぎた味方が。うん、マジで噛みとった。俺何もしてないもん、あの時間。でも、もう引けるとこまで引こう。無駄。もう前に出るだけ無駄。もうハイプレに甘えていい、ここは、最後は。さあ、ジェットパック引ける。いや、いい、大丈夫。止まる。しっかり守れば止まる。ナイス！もうさ、俺何もしてないんだけど、マジで。ありがとう、神。神の味方。ガチでもう大好き。マジで本当にこれはね、絶対全員彼女持ちだわ。もう分かる、俺には絶対全員彼女持ち、この味方は。ハルキお前モテるだろ、今年のバレンタイン何個もらった？83個か、やるな。いや神だった、本気でありがとう13。神の味方に支えられここまで歩いてきました。最後の試合はねやっぱり自分の力で勝利を手にして、このね義務教育最後の式を乗り越えていけたらなと思います。私もね、まあ、これまで、人生長い15年間ではありましたけれども、出港だ、どこまでカットしていいか分かんなかったから、まあこういう部分でね危険つけ、クソエイムガチクソエイム。お、いいね、いいね。ここ引かせたから、なんとか生まれてくれ。まあ、36でかいでしょう。まあ、悪くない。まあ、あれはどっちみち当てても着地割れなかったから、ノーダメージだったから。まあ、あれは外して OK ということで。適当か。もう、なんでもいいや。もう、楽しければいいんだよ、このゲーム。よし。はい、ナイス。強い。で、これ多分高台登ってくる。高台登ってきたところ、ハイズドーン。高台ハイズドーンして逃げる。そしてね、でも読みだから。ここはね、どう動くかなんて、もうある程度ね、予測すればわかるから、ここがどう動くかなんて。そこの読みをね、非常に重要視していきたいなと。この学校のね、教訓としては、やっぱり相手のガチョコがどう動くかなんかっていうこと、そういうことがわかる生徒をね、揃っていけたらと毎度思っておりますので、この学校の、まあ、教育目標を賛同していただける方がいましたらね、まあ、そんなに学費は高くありませんので、まあ、年間数100万程度かな。なので、この学校に、お子様を入学させてみてはいかがでしょうか。となんてくだらないこと言ってる間に味方がマジ強くて正面に落ちさせてくれた、神すぎる。それね、俺やるわ。ナイス。そこ下の場。こういう時にポイントセンサーつけてあげたらめっちゃありがたいんだけど、どこだ？もう位置が分かんなくなった。じゃ、ノバだよな、あれ。ノバじゃないか。ちょっとあんま短射程だから相手。ここにいれば多分当たんないはず。どっちみち。だからしっかりと、ここから面倒を見ていって、はいはい、当ててる、一発当ててないです、ね、嘘つきます。嘘つきます。うまいですね、その着地は。その着地非常にうまい。僕がね、真下を打ってくると読んでの、その起点を変える着地、非常にうまいとは思うんですけれども、はいね。いやー、届かないね。これがね、やっぱリッターとの違いなんだよね。リッターあそこ届くんだよ。ここはね、なんか、すごいかゆいところ届かない、このステージ特に、スコープ。それがね、非常に悲しいですね、やってて。で、これ多分こっちから来る、正面。はい、分かってた。そっちから来ると思ったよ。もうダメ。H3 って時点で、ああ、もうこれは端上から攻めてくるなってことが分かったので、私はもう、エイムをね、合わせておく。それをね、非常に重視しております。はい。さあ、そこいるね。上もやっていきたい。まあ、でもハイプレハイ、ああ、でもな、これクワッドが正面詰めてくる、多分。いや、もういいや、引こう。ダメだ。このハイプレはもう、捨てる。ちょっと登らして。危ね。結構すぐ近くにいた、もう。
やばい、あっぷね、あっぷね、ちょっと待って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 、あ、ナイスデュアル、もう神か、もうイケメンさを感じたわ、イケメンを感じた、令和時代初のイケメンを感じた、さっき味方のことあんな褒めまくってたくせに。でもね、やっぱこっちハルキくんいるんで、さっきの味方のハルキくんいるから、俺はもうね、勝つ気しかしないよ。ただあのネオラントさんがね、非常に上手いので、敵のもうさっきの試合だけで判断しますけど、ナイス、いいね、いいね、そこやれると、でも着地入るんじゃない、そろそろ選択、着地入ったタイミング詰めていきたいなと私は思っておりますが、どうですかね、ちょっとやばいですよ、これ非常にまずい感じになってまいりました。で、ここをある程度、はいはいはい、逃げる、オッケー、危ねえ危ねえ、あれ死んだらマジ大戦パン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 マンだった。もうそこも洗濯機やれる、いや、ちょっとやりたい、あっ、ナイス、刺してくれた、洗濯機いる、まだ、でも洗濯機いるのが怖いね、あれさえやれれば、危ない、危ない、そこ、え、何クロットか、え、ちょっと待って、着地多すぎない、相手どんだけスーパー爆破したいの本当に。逃げて、とりあえず俺のことはいいからもう逃げてくれ、ここ持ち、どこまででも走っていけ、一人で、ナイス、まあいいや、まあ抜けなかったけど、まあ本当は抜けたらベストだったんだけど、まあしょうがない、結構、おー、ナイス、何、そこに敵いたのか、まだやれてなかったんだ、はい、ナイス、刺していく、ここは、引く、あー、やべえ、詰められてた、だいぶ詰めてきてた、ナイス、神、マジで神、さあ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 、そして、ここはナイス、ここもやってくれる、どうしようかな、よし、俺ら今から最低のことやります、はい、あ、そっちだね、こっちでいいよ、ちょ、どうしよう。おもろすぎだろ、このガチマッチ。なんだこれは。いやもう全開一致で後ろ下がればよくねえ状況だったんだけど。あのね、後ろのこの、こっち側に持ってくと絶対で取れないんで、最後はここ下げていいんだけどね。味方が、ちょっと、迫力ありすぎた。味方の立ち回りが迫力ありすぎて。いやー、ごめんね、させなかった。まあいいや。絶対抜くから。やばい、ナイス。絶対抜く。でももう勝てるでしょ、こんなの。はい、オッケー。めっちゃおもろかったけどね、最後。後ろ来ないんですかみたいな。あれ、俺ら、全力でカモンしてんのに3人で。ガン無視ですね、みたいな。なんか、面白い終わり方だったけど、まあ今日はこんなもんで終わっていきますか。ということで、ご視聴ありがとうございました。